それでね、今日終わりということでね。ね、え、まだありますよ。楽しかったですね。え、まだあるの？まだありますよ。そうなんですか？あれ、まだ2箇所あったっけ？もう2箇所かい。もう2箇所。え？こういう道中、次まで2、30分かかるんで、はい、お客様のお持ちの怖い話をこちらからお伺いしたり、まあ、もしもないっていう場合は、まあ、こちらが体験談をお話ししたりしてるんですけどね。はい、これは私が高校1年生の時に体験した話なんですよ。はい、軽音楽部で所属してて、うん、ボーカルやってたんですけど、うんうん、はいはい、ボーカルの練習法って各その部屋に1人で前の教壇に立って後ろの壁に響かせるっていう練習法を当時はしてたんです、はいはい、でそうなんです。その歌詞を見ながら下向きがちにこうやってたら、視界の中で左の奥の方のドアのところになんか人影立ってるなみたいな、あってパッて顔上げたら誰もいないんですよ、うん、っていうのをもう3ヶ月ぐらいずっと続いてて、ある日なんですけど、その日は携帯見ててもその視界に入ってこなくて、あ、もしかしてこれいなくなったんじゃないかなと、あ、よかったと思ってパッて顔上げてたら、今度は左の視界の前のドア、すぐ近くなんですけど、そこに立ってるんですよ、やつが。もうずっとこっち見てて、あ、これやばい、これ私今日なんかここにいたら絶対まずいこと起きると思って、私もうごめん今日帰るわって言って、帰らせてもらおうとしてたんですよ。でも結局帰ってきたのが6時で、その時11月だったんですけど、もう真っ暗なんですよ。真っ暗ね。で、私そっちの方面の人全然いないし、あー帰りね、すごい怖くて、で、歩いてる時になんか違和感を感じて周りを見てみたら、みんながあそこは出るよみたいなっていう公園にいたんです私、うん、で、そこでなんか違和感感じてパッてブランコの方見たらブランコが動いてるんですよ。ブランコ動いてる、動いてるんです、うん、気持ち悪いと思って、うん、私も早く帰ろうと思ってたんですけど、うんうん、ここで帰ったら私じゃない米じゃないと思って、謎のプライドがね。そうです、米プライド、そこにいた証を残し帰ったんですよ、っていうのが私の怖い話なんですけど、で、その残した証っていうのが、動画にあるんですよ。え、そこで動画を撮ったんですよ私。で、今あるんですよ。え、いい、見なくていい、見なくていい。いや、もういいよいいよ、大丈夫いいよ。見てください。おぉ、動いてますよね。めっちゃ揺れてる。ちょっとこうグニョン、そうです、グニョンって動くね。平行じゃなくて、まさに、まさに人がやってそうな。本当にこれすごくないですか。よくこんな近づいたな。頑張りました。え、これ本当なの、はい、いや、ガチやな。本当のやつですか。ガチやな、これマジのやつです。本当によくこれ撮ったね。それに乗っちゃえばよかったけどね。いや、私も乗るみたいな感じでね。いやいや、でも素晴らしいじゃないですか、その勇気。小学校3年生の時ですね、うちの父親の田舎って山口県の山あいのところにあるんですけども、まあ、そこでお盆時に、まあ、家族で帰ったんですよね。弟を連れてその裏山をちょっと探検しようっつって登ってったんですよ。藪の中にお宮ですかねがあって、そこをまあ勝手ながらちょっと覗いてみようと思って、で、開くんですよ扉が、私入ったんですよ。で、中が閑散とこう散らかってて、なんか書物か何かがあったんですけど、で、弟は入らずに外で、お兄ちゃん帰ろうよ、もうまずいよ、なあるわけないじゃんって俺がこう入っていったんですけども、で、その時ふと声なのか音なのかわからないんですけど、あーっていうこう無機質な音がなるんですよね、うわ、やだなと思って帰ろうと思って弟の手を引いて帰ったんですけども、はい、でその時に弟が、お兄ちゃん見えなかった、ヘビいたよヘビとか言ってるんですけど、私全然ヘビなんか見えなかったんですよ、で弟に 音聞こえたって聞いたら、はい、そんな音なんか聞こえないよって、はい、とにかくヘビいたんだよって言ってるんで、おかしいなと思いながら実家に戻ったんですね。まあ真夜中かな、ふと目覚めてみると玄関の柱のところになんか白いものが立ってるんですよ。怖いなと思って、もうとにかく目つぶろうと思って目つぶって寝たふりをしてるのか、そしたらまたあーって
ってなるんですよ。だんだんその音が近づいてきて、まあ目開けたらいるんだろうなこれと思ってて目開けたんですよ、はい、そしたら知らないおじいちゃんが私の顔を覗いてました。気失いましたね。マジですか。行かないんですよ、ね、そろそろ到着するので。あ、本当ですか。アイルの入る前でちょっと一旦停止、まあ、徐行して、はいはい、クラクション鳴らします、はい、そうだそうなんですよ。クラクション鳴らして入ると怒るらしいんですよ、いろんなものが。こんにちはってこと。トンネル見えてきました。あ、これだ。おーい、どっち。おーい、ここあるよ。どっち、こっち。はうわ、鳴らし方怖い。ちょっと今割れてたよね。ちょっとどっち。なんか通り過ぎるときに助手席、あ、後ろの席とかに女の人が新しく乗ってるみたいな。そうね。パンパンギュウギュウですけども。ギュウギュウなんで冠だ。もう一個ありますね。このトンネル2つともってことですよね。まあそうですね。で、まあ、3つ目もあります、ね、あ、3つ目もある。しましたね。一旦油断しますか。なんで一回ここで降りて、うん、降りてはいいんじゃないですか。行ってみますかね。いや、宮本さん降りてくれました。降ります。はい、降ります。降りてきましたけども。はい。なんで降りた。いや、でもそれはもう宮本さんが降りたから。そう、宮本さんが降りたら降りるって話だったね。うん、いや、しょうがないですね。そうそう、ちなみにね、ここがなんで新スポだって言われてるかみたいな言われが何個かあるらしいんで、心霊好きの米嵐が教えてくれます。おい、知ってんの。やばい3つの要因があるらしいですよ、はいはい、1つ目が上とか近くに火葬場がある、うん、このトンネルの上に。そうです、上に火葬場がある。で、もう1つが、ここら辺で車とか事故が多発してる。最後の3つ目がここら辺の近くにマンダラドヤグラ群っていうのがあるらしいんですよ。昔のその斬首されてしまった行為、めちゃ位の高い人のあの骨とかがなんかそこでまだ発掘されてるっていう話があります。ごめん、全然大丈夫。本当に火葬場あるの、はい、あんなとこに。 あんな山みたいなとこに、ここら辺にあるっていう。地図上上にあるんですよね。やっぱちゃんとあるんですね。マジ。はい、じゃあ行くか。じゃあ行きますか。そうね。ああ。ああ、長谷川さん、なんですか。ここすごいわ。何か感じる。うん、ぐーっとなんかね、重たいね、ものにこう押されてる感じするね。すごいね、すごいね、ここね。重いですよね、すごい、すごい、すごい重い、ここ。だから上になんかあれやろ、なんかほら、なんか怖いっていうよりかは、うん、重いなっていう。あーはーはー。あー、あれ分かる、分かる、あれか、分かる、あの光ある、分かるよね。そう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 。あ、どう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 、ほらほら、絶対火葬場やろ、あれか。ほら、すごくないですか。あ、ほんとだ、ちゃんと建物だ。めっちゃあるやろ。怖っ。もうちょっと足元危ないんで気をつけてくださいね、これ。あ、ありがとうございます。うん、やっぱ落書きされてるな。バンクシー来てるわ。でもやっぱね、なんか息苦しいな。トンネルだからかかんないですけど、なんかやっぱこもってるな。はいはいはい、はい、チーズ。はい、真ん中なんか中心に。カメラ側です。なんか、なんか輪廻、輪廻っていうか。これ何。わかんないですよ。また雰囲気変わりましたね。なんかこっちの方が好きです。好きと
とかはない。でも今までのトンネルに比べて、なんかね、車の通りがすごい多いから、そうそう多いからなんか開放感はまああるというか、うん、まあ気持ち悪いっちゃ気持ち悪いんですけど、なんて言うんだろうな、使われてない感はないですよね。ああ、そうだね。廃墟感というか、廃トンネル感がないから。歩道がないので、安全確認どうしますか？あ、じゃあそこの入り口のところで写真撮って、で引き返していきましょうか。ここで、ね、じゃあここで写真を撮りましょうか。いかがだったでしょうか。はい、3つ目のあまりにも有名なトンネル、正直なんか俺が今まで行ったトンネルの中では一番怖くなかったかなっていう感じですね。意外と、あ、その仮想版気になりますけどね、上がね、上の謎の建物っていうんですか、うんうん、今光つきましたね。で上がね、上の謎の建物、うん、上がね、上の謎の建物、あの建物がちょっと不審だなっていう、だからこそやっぱあの下でやっぱ現象が起こったりとかね、うん、その感覚でしかないんですけど、圧迫感がすごいっていうか、そういう感じはありましたね。でも入っちゃうと意外と居心地がいい、うんうん、大丈夫かなって感じ、うん、大丈夫ですね、ここは大丈夫です、はい、意外と。もしなんかコメント欄に映ってたとかあったらお願いします。はい、お願いします。チャンネル登録もお願いします。ここですね、これか、これもですね、やばいですね。やばいね。